いやー、事件ですよ、事件。前回ね、あのガチャ実況でこれはひどいって言われるくらい、まあ、引きが悪かったんですけども、いや、代わりに代わりに、G が出ましてそっちじゃねえよ、で出るのはさ、マジでさ、最悪だった、マジで。ほんと家具全部動かして。というわけでね、今回も、10連引いていきましょう。チケットがね、ちょうど溜まったので、これで引きたいなというふうに思います。いや、マジでインセクター剥がだけは勘弁してほしいわ。ひゅっ、もっと可愛い女の子が来い、可愛い女の子が来い、使えるカードが来い。さあね、ちょっとね、前回悪かったから、その分ね、今回ちょっといいんじゃないのかなっていうふうに期待してるんですけども、どうですかね。じゃあいきます。ほいっ。いやいやいや、いやいやいや、なんかさ、ちょっと俺昨日見たっぽいやつがいるんだけど、もう最悪だ最悪。いくぜ、2バック目、逆から行こう。よし。うわー、なんかひどいな、なんかちょっと、ここに来てね、ここに来て、なんでデスタイラントさんばっかり出るの？もうこの実況さ、3連続じゃない？もう、かれこれ3回連続くらいでもうこの方、お目にかかってますけど。やからさ、マジでいらないんだっつーの。ネクロマウス20、意外と溜まるよってコメントあったんだけどね。いや、溜めないでしょ。他の出すでしょ。あ、まずい。ちょっとね、この流れまずいね。出てくれ。いや、せめてゴールドとかさ、出てもいいんじゃないのこれ。いやいや、何にも花がないよ。いや、こんな実況。いやいや、実況なんだからさ、もうちょっと花を持たしてほしい。6パック目。来た！来た！乙姫3枚目！うわぁ！これミッドレンジロイヤルに入れよう。いや、ほんとね、ロイヤルに愛されてますわ。ほんと、ロイヤルのレジェンドしか出ない。いや、なんかびっくりするほどロイヤルのレジェンド出るんですよね。やった！ 1 枚でもね、乙姫だったら、もう大満足です。超嬉しいんだけど。じゃあ8パック目いきましょう。オーレリアが出てほしいんだよな。もしくはロイヤルのゴールド。これロイヤルだけどさ、行こうか。いやー、使わないんだよな。ほい。ウルズだ、ウルズ。これはね結構ね、使えるで、もうほんとね、使われるとすごい厄介なんですよね。びっくりした、これさ、失踪フォロワー壊したらさ、もう一回失踪で出てくんのね。びっくりした、それでさ、ほんとに、ラスト決められて、そんな手段あるのみたいな。いや、ウルズね、これニュートラルなんで、何にでもいられるんですけど、まあ、何と相性がいいんですかね。ネクロマンサーとか、ドラゴンの方が使ってるのをよく見ますけれども、これはちょっといいね。では、ラスト。この辺は、てか、沼の精がまたいる。これなんかテキストがさ、テキストがエグいって言ったから、後でなんかテキスト見てみようか。なんかね、テキストがすごいエグいよっていうコメントいただきましたね。何ですかね。じゃあラスト行きましょう。オーレリアあららら。そうですかー。というわけでね、はい、今回はこんな感じです。まあちょっとね、カードとしては若干ゴールドが足りない気もしますが、まあウルズが出て、で乙姫が出てるってとこは何よりもね、いいですよね。使えるレジェンドが、欲しいレジェンドが出るっていうだけで、もうこれは当たりパックじゃないのかなというふうに思います。で、問題はこれですよ、沼の精。テキストってどうやって見るの？ちょっと待って、テキスト
あ、これ旅人さんお疲れのようね。おー、私の水で喉を潤したら、うふ、俺なんていいのよ、本当にね。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、え、あ、なんかこの水黄色くない？あ、あ、進化したら何、テキスト変わるの？え、体が動かないの？あはは、そうでしょうね。だって私は毒沼のせいだもの。あ、そうだったの。苦痛に満ちたその顔、最高に面白いわ。我々にはご褒美です。というわけでね、今回はここまでにしましょう。お、余剰カード分解で3995か。あ、これ悩むな。これね、悩むんですよ、悩むんですよ。これロイヤルでしょ。あれ、あ、あれじゃないのか。いや、だからさ、本当にこれあれって思うくらいにさ、少ないよね、これね。え、これさ、ロイヤルのレジェンドとゴールドを全表示してるんですよ。で、ゴールドより圧倒的にレジェンドが多いっておかしくない？え、おかしくない？これ、椿1枚砕いてるからね。え、ロイヤルのレジェンドがさ、4、5、6、7、8、9枚出ててさ、ゴールド2枚ってさ、いや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 、おかしいでしょ、これ。というわけで、まあ、3900あるんで、オーレリアを作るか、この辺ね、アルビダとか、ジェネラルとか、シャルロットを作るか、作りたいんだけど、作ったやつが、本当にね、自分が使いこなせるかどうかっていうのがまだわかんなくてね、使ってみてやっぱやめたっていうのもなかなかしにくいもんね。まあね、という悩みもいろいろあるんですが、まあ今回ガチャ実況なんでこの辺りにしましょう。皆さんご視聴いただきどうもありがとうございました。